本日は舞茸とブロッコリーのオムレツってことでね、お皿いらずです。もうそのまんま食べてもらえられるんで、まあ洗い物も少なくいい一品かなと思いますけどね。そのまんまといえばそのまんま、グレープとかの駄菓子屋でなかったっけな、あのガム1個だけ外れみたいな感じでね、2個甘いけど1個酸っぱいみたいな感じだったかな。なんか黄色いやつがあって、あのそれで外れ 3個入りなんですけど、3人で食べて1個外れやから誰が外れかなみたいなところで盛り上がるのはいいねんけど、あれ思ったより酸っぱくないから、なんか外れた方もそんなうわー外れたーって感じにならずにちょっと気まずいみたいな、あったっけあんな、あったよなそういうのね。いやー懐かしいね。あの小学生ながらなんかリアクション気使うみたいな気まずさというか気遣いを持っていった俺はやっぱすごい気遣える大人になったかな今な。